エディンバラ医療選教会はイギリスの選教師団体である。1841年にアメリカ合衆国の選教医のピーパーカーが中国での長年の活動を終えアメリカに帰国途中にスコットランドの首都エディンバラを訪問した。パーカーはアバクロンビー一種の家に宿泊して交流を持ち医療伝道の急務を訴えた。このことを契機にアバクロンビーが 海外の医療伝道に関心を持つ人々のキリスト教団体に働きかけた。それらの支援により、エディンバラ医療選教会が設立され、アバンクロンビーが会長になった。副会長は、スコットランド自由教会の指導者、トマス・チャマーズとアリソ博士が就任した。設立以来、インド、中国、アフリカ、トルコ、シリア、エジプト、ローマ等に選教師を派遣し、 1885年までに170名を世界各地に派遣した。1910年までには医療選教師800人の世界各地に派遣した実績を持つ非政府団体である。今日ではアフリカなどの発展途上国に選教師を派遣している。アメリカ・オランダ外閣派協会の医療選教師 JC ヘボンに日本への医療選教師の派遣について助言を求めていた。 日本への最初の宣教師は T.A. パームである、スコットランドイッチ長老協会の宣教師、デイビッドスン、医療宣教師ヘンリー・フォールズと10に日本へ派遣された。中村2006年、112中村2006年、112から113ページ、長老、改革協会来日宣教師時点305から306ページ。ありがとうございます。